触りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。炎章殿に会い和解を取り付ければ。ようこ、鬱陶しい劉備軍は任せたぞ。チッチッ。劉備軍など増兵の集まりよ。この陽光の相手になる者などあるまい。抜けやがって。これまでか。務めを果たすことができぬとは。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。素晴らしき技の冴えでござるな。敗走しました。炎章軍との同盟は失敗です。もうどこからも助けは来ないってことか。それじゃ勝ち目なんかないだろう。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。攻略目標は決まった。進め。これより彼の地に進軍する。世界よ、我が和田地をたどれ。この地は我らのもの、断じて渡さぬ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。敵の勢いもはや止められぬ。私は逃げるぞ。敵前逃亡とは将を風上にも置けぬ。その腐った将令叩き直してやる。剣業が落ちるとはなぜこのような目に遭わねばならぬ。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。将来を嘱望される逸材よ。煩わしい連中だ。とっととやらってしまえ。
攻略目標は決まった。進め。守りは性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。攻略目標は決まった。進め。エイン様が敗走しました。剣業は孫作軍の手に落ちた模様です。敵はますます調子に乗ろうな。進行に備え急ぎ守りを固めよう。メカドであるチンを前にして無礼な奴らめ。誰かあやつらを打ち払え。敵を押し込むぞ。続け。ありえぬ。このような無残をジョンが晒すなど。運の味方を称しながら哀れな姿よな。その程度の器では乱世など収められぬ。天狗、炎章が高僧さんを打ち破ったとのことです。わしが中元を制し、炎章は家福を手中に収めた。いよいよ機は熟したといったところか。ついに炎章との決戦ということですね。うん、兵の高で見れば炎章は我らを圧倒する。しかしお主らの才官はそれを凌駕しよう。巨匠に戻るぞ。決戦に向け万全の体制を整えるのだ。炎術は打った。いよいよ次は炎章との対戦か。そろそろ限界か。でもあと少しだけなら持ってくれるはず。その席やはりあなたは。おや、怖い顔をしてどうしたのかな。少し疲れが出ただけだよ。学科殿、そんな言葉でごまかされてくれるあなたではない。純一殿、あなたの考えはきっと正しい。でもこのことは秘密にしておいてくれるかな。短い時間だからこそ最後までやるべきことをやり抜きたい。私の願いを聞き届けてくれれば嬉しいのだけれど。わかりました。そう閣下殿が望むのなら。ありがとう。あなたならそう言ってくれると思ったよ。では手はず通り酒に毒を。まずはそれ。仕損じた時は
馬頭殿と劉備殿が夜陰に乗じて動く。今こそ帝の意を狩る逆賊に天誅を。ふん、当証明ようやく尻尾を出したか。何やら騒がしいな。父よ、少しよろしいか。父の暗殺を企む者がいたので捕らえてきました。何だと。刀匠、貴様。曹操よ、陛下の臣でありながら陛下を差し置き天下に合するとは。お主、帝にでもなったつもりか。あるいはいずれ陛下になり変わるつもりか。お主のその傲慢、許してはおけぬのだ。わしは帝になるつもりなどない。帝の威徳は必要だが、それのみでは世は収まらぬ。黄巾党が、董卓がそれを示したであろう。ゆえにわしは世に断りを敷くのだ。威徳と断り、この両輪をもって世を平らかにする。それがわしの進む道よ。お主に説いたとて分かるまい。だがわしの邪魔をするならば許しはせぬ。連れて行け。父よ、当初の計りごとには劉備も連なっていたようです。ですが劉備はすでに巨匠を脱し、己の本拠勝敗すらも捨てて逃げ出しているとか。うん、小さい男だ。猛徳よ、やはり奴らは恩を仇で返したぞ。放っておけばいずれまたお前の災いとなろう。すぐに追って打ち果たすべきだ。いえ、放っておいて問題ないかと。今劉備が逃げ込むとすれば袁紹のところ。彼らは捨て駒の確証として扱われるでしょう。袁紹との戦いの中で撃てればそれもよし、生き延びたとして寄って立つ地もないのです。もはや曹操殿の障害とはならないでしょう。うん、加工トンと純一君、どちらの言にも一理あるか。劉備を追うか、袁紹に備えるか、思案のしどころだな。袁紹は数に任せて進軍を続けています。黄河流域の防衛線は次々と破られ、白馬遠心も先ほど落とされたようです。これで牧羊が孤立したか。さらに高騰を制した孫策が袁紹の動きに乗じ、袁州への侵攻を企てているとも聞きます。各地から一時撤退し兵力を集中するのが得策か。いえ、孫策は簡単には袁州に攻め込めないでしょう。彼は驚くべき速さで高騰を制しました。その中で買った恨みは多い。周りを警戒して急激な動きはできないはずです。うん、純勇殿はどう思う。何かいい知恵はないかな。防戦一方では活路を開けません。活路があるとすれば白馬遠心かと。白馬遠心の首相は顔料文書、どちらも袁紹軍切手の猛将ですが、彼らは己の部を頼み、あまり兵を抱えていません。牧羊は放棄し、本陣は最低限の兵で防衛。その上で全力で
白馬遠心を攻略。これが活路を開くための道筋です。わかった、陣友。お主の体幹にかけよう。部隊を再編せよ。関東の本陣は最低限の兵で防備。その他の部隊はすべて白馬遠心に集結させよ。周囲の戦線を制圧し、その先の炎章を撃つ。戦力差は知略と武勇とで覆すのだ。着手せねば。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。見事だな、毛徳。さすがは歯を行く者よ。守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。敵の痛いところについておくか。狙うはあの木だ。行くぞ。わかる。曹軍が我らを圧倒すると、死が悪魔を放棄する。我が敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。万事上首尾、あなたのおかげです。Yeah.
上は進ませんぞ。弓兵構え、何としても奴らを止めるのだ。エネ、白馬が曹操軍により落とされたとのこと。なんだと、顔料敵に遅れを取ったか。ならばこの英知、なおのこと死守せねば。我が波動の前に滅びろ。遠心は捨てねばならんか。我が無力が嘆かわしいわ。我が道を行く。いや、誰にも邪魔はさせん。見事だな、大徳。さすがは歯を抜く者よ。巨勇に投降の意あり。武装の地にて死者を待つとのこと。巨勇の投降、戦局を変えるやもしれません。急いで武装に向かわれるのがよろしいかと。三国武
早々に恥じぬお働きです。まさに絶尾。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。さあ行きますわよ。敵の急所、私たちで奪い取るのです。友軍に加勢するぞ。戦力を集中するのだ。今こそ曹操との真運を決する時を。目指すは敵本陣の関東城。全軍進め。これより関東城の攻略を開始する。工場兵器部隊よ、その異様を示すのだ。あの兵器に取り憑かれては厳しいな。城壁に達する前に壊した方がいいだろう。大軍を相手にしのぐなら兵団こそが要。補給物資を手配せよ。連盟、補給部隊到着しました。関東城へ向かっております。そうそう、兵団を厚くして持久戦を企む。パワーはさせぬ。みんな敵の補給部隊を叩け。そうそう、なかなかあがくではないか。増援を要請せよ。奴らを圧倒するのだ。貨幣の曹操が我が大軍に打ち勝つだと。認めん。断じて認めんぞ。この勝利で殿の河北での覇権はなった。みんな勝ち時だ。勝ち時をあげよう。これで曹操殿の道は開けた。先を見届けられないのは残念だけどね。スイッチ。曹操様、万歳！万歳！万歳！この勝利で乱世が終わるわけではない。浮かれて軍旗を乱す者は処罰する。良い右近、今の天下で最大の敵であった袁紹を倒したのだ。今日くらいは許してやれ。は、主命ならば。うん。皆よく聞け。袁紹を倒した今、我らは天下第一の勢力となったと言えよう。これよりは天下の平定に向けた戦いを始める。それは今日までとは違う戦いとなろう。ともすれば、より過酷な道となるやもしれん。だが、今はそれも忘れよう。今日だけは皆で勝利を祝い、英気を養うのだ。袁紹よ、あの世で見ているがいい。我が道を、この曹孟徳の戦いを。わしは必ずやこの手で乱世を終え、新たな時代を開いてみせようぞ。
純友殿、関東での働きは素晴らしかったね。あの戦、あなたが炎章の急所をついたようなものだ。いえ、俺の働きなど閣下殿たちに比べれば微々たるものでしかありません。関東の件はたまたま敵が話を漏らした相手が俺だったというだけで、俺はただ得た情報に対して最善と思える対処を殿に申し上げたまでです。ずいぶん謙遜するんだね。純友殿らしいといえばらしいけれど、俺はどうも性分というのでしょうか、人の先に立って戦を描くというのが増えてです。黙って何かをするのは苦ではないのですが、あなたや文尺殿、角殿のようにはなかなか。おや、俺の名前を出すおしゃべりがいると思ったら純友殿か。酒が入ると口がよく回るようだ。角殿邪魔して悪かった。俺はよそでチビチビやらせてもらうよ。些細ないたずらであれ体型であれ、彼の人を驚かす際は見事なものだ。はあ、角殿にはかないません。そう言われると困ってしまうな。あなたにも私の後を任せたいと思っているのに。角下殿。いや、何でもない。純友殿には純友殿の良さがある。特に私の先にどこまでも付き合ってくれるところがいいね。あなた以上の友はいないよ。はい、どこまでも付き合いますよ。知らせ、我らの進む先は誰にも阻ませぬ。これより味方の援護に向かう。続け。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。いや、友軍に加勢するぞ。戦力を集中するのだ。出発しようか。あの地を抑えてみるのも良さそうだ。曹操軍は関東で炎章軍を破った。炎家は勢いを失い、やがて滅亡。曹操は天下に一番近い男となる。一方、後藤の孫権は兄孫策の死後勢力を受け継ぐ。だが
その戦力は曹操に及ばなかった。劉備も未だ領地を持たず、慶州の劉表を頼っていた。信也を与えられてはいたが、兵力はないに等しい。世はまさに曹操一強の時代を迎えていた。袁紹を滅ぼしたとはいえ、まだ敵は多いですな。西に長魯と馬頭、南に劉表と孫権。西は以降らに抑えさせてはいるが、本格的に馬頭が動き出せば長くは持つまい。現在南は宗神殿に攻略をお願いしています。我々は西に当たるのが上策かと。確かに宗神に任すときゃ劉表なんか目じゃねえわな。殿、そんじゃここは西の馬頭の方。殿、宗神、ちょうど今お主の話をしておったところよ。どうした？自分としたことが面目ござらぬ。劉表軍の反攻に八門金鎖の陣を打ち破られ、深夜から炎上まで下がってまいりました。劉表軍の先鋒は劉備、見違えるほどの傭兵です。現在残った者らで戦線を立て直しておりますが、どうか援軍を賜りたく馳せ参じた次第。何？劉備が八門金鎖を破っただと？宗神殿の八門金鎖は付け焼き刃の知識や偶然で破れるものではない。となると、殿、劉備には軍師がついたと見ていいでしょう。情勢が変わった以上、西は一度置いておくべきですね。劉備、早くも我が障害となり始めたか。よし、急ぎ炎上へ向かい、深夜にて劉備を撃つぞ。報告によると、劉備軍は繁昌から高陵にかけて布陣している様子。また軍師らしき者は見当たらないとのこと。なら軍師らしい者じゃないんだろうさ。淳雄殿みたいに兵に紛れているのかもしれない。しかしどんな奴なのかね。曹操殿を向こうに回して劉備を支えるなんて、お人よしもいいところだ。あるいはそのお人よしが鍵となるか。軍師の素性を探ってみよう。弱みまでつかめればこちらも手が打てるだろうさ。まずは炎上に迫る劉備軍を蹴散らすのが先決。梅雨払いはこの楽文献にお任せください。うん、お主らに任せよう。劉備に合流したのがその軍師だけとは限らん。神村猛将にも警戒して当たるのだ。承知つかまつった。劉備軍を追撃せよ。奴についた軍師を探し出すのだ。敵はすでに策を用意している様子。これもその軍師の知恵であろう。注意せよ。
竜。炎将軍から来た長江様、変わってるな。次は南。曹操様に従うよう息子を説得せよと。わかりました、やってみましょう。ですが息子にも真理は見えているはず。どう動くかはあの子が。ジョシャ殿、お母上が曹操軍に捕虜とされました。なんだって、母上が俺のせいで。深夜城が軍師だ。敵の軍師、念のため他の方角にも。ついてきたか。ならば返り討ちだ。これ
だけ時間を稼げば十分だろう。行くぞ。足止めの策か。ここにいないとなれば南下して捜索だ。必要がある。関羽を何とかする策を考えなきゃな。ここまで迫るとは。いや、劉備殿、今は一足引いてください。承知する。だが無理をするな。今ならお前の力が必要なのだ。劉備殿、ありがたいお言葉です。態度は俺が必ず守ってみせます。いや、されたわ。そんな言葉、
今の俺には救いにはならない。さっさと終わりにしてくれ。検索などできません。俺にそんな才はありませんか。あくまでも劉備に義理立てするか。よかろう。監視をつけ巨匠に送れ。あの者の態度、余裕があるように見受けられる。もしこの状況も彼の思惑の中であるならば、光陽はあえて我々に取らせたのでしょうか。戦線も長く伸びたこの現状は気がかりです。学信殿の指摘はなかなか鋭い。このままでは孫権と劉表に挟撃されかねないか。ただ一度光陽から引いた方が良さそうですな。よし、ならば炎上まで兵を引くとしよう。父よ、随分と手間取っておられるようだ。そうだな、劉備がこうまでわしを煩わせるとは。やはり奴は英雄の器であったか。艦上より敵の進発を確認。白鵬派から関東へ向かう別動隊も捕捉しました。ただでさえ少ない手勢を分けるとはな。劉備らしからぬ大胆な動きよ。どちらかがおとりということでしょうか。両方叩き潰せば関係なかろう。劉備め、今度こそ慶州から追い出してくれ。時に白鵬派に向かう軍の先駆けは槍の名手とか。劉備のもとにそのような将はいなかったはず。槍の名手、もしや趙雲ではありませんか。以前公孫さんの下にいた将です。そういえば劉備は公孫さんの旧友だとか。どこかでつながっていてもおかしくはありませんね。劉備のもとにもまた才が集いつつあるか。右近と下降頓は共に白鵬派の劉備軍にあたれ、敵にいかな将がいようとお主らならば問題あるまい。はっ、承知しました。ああ、なんだ、今背筋がゾクッと。まずいんじゃないのこれ。一緒に行けばなんとかなるか。下降頓殿、俺も同行させてください。いいだろう。神頼みはせんが当てにはさせてもらうぞ。慶州の劉表は小心者との噂。劉備を華麗に散らせてしまえば、それだけで降伏を申し出てくるでしょう。目下警戒すべきは劉備よ。奴が気を得る前に叩き、その後に慶州を制す。皆それぞれ奮戦せよ。
劉備を討ち剣心を手に入れる。随分手こずらされたがここまでよ。しかし、あのちょ…ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。
曹操軍に目をつけられてしまったか。ここはもう放棄しよう。成果は上々。いい情報が手に入りました。伝令、敵は家計を企んでいる模様。尚飛主導で実行部隊を配しているようです。うん、家計など企てておったか。急ぎ張飛を探し阻止せねばなるまいな。早い奴らだ。劉備の新しい軍師、諸葛亮と言ったか。この傭兵、ただ者ではあるまい。彼は慶州の名士たちから牙良と呼ばれていました。類いまれなる才智と見識を持ちながら、どこにも仕官していなかったと聞いています。それほどの軍師がまさか劉備につくとは。ガリオン、宝数と呼ばれた英才の一人か。なるほど。劉表から使者が参りました。我が方に降伏するとのことです。よし、これで劉備は孤立したな。全軍
南進し城陽へ向かえ。今度こそ劉備を逃がすな。お、ピンときた。あそこが狙い目ってやつだな。そこが狙い目ってやつだな。の、ピンときた。あそこが狙い目ってやつだな。の、ピンときた。あそこが狙い目ってやつだな。の、ピンときた。あそこが狙い目ってやつだな。劉備はすでに東へ逃走を開始。しかし後続にいる民に合わせるため行軍が遅れている様子。民？兵じゃなくて民かよ。劉備のやつ、なんでまたそんなことになってんだ。自らを慕う民を置いてはいけなかったのでしょう。ですが普通ならば考えられません。自分がいるところが戦場になるのは分かっているはず。それを戦いの民と共に逃げるなどと。劉備め、人格者を装いながら大したものよ。己を慕う民、それらを追う我々、婿の民を蹂躙すれば我らが非道とそしられよう。しかしそうまでして奴はどこへ行く。東に奴にとっての活路があるとでも言うのか。おそらく過去。劉備は孫権の支配地域に逃げ込むつもりでしょう。うん、孫権に渡りをつけていたか。これも諸葛亮の入れ知恵であろうな。父よ、どうなさるおつもりか。知れたこと逃がさぬ。過去にたどり着く前に劉備を撃つ。皆、戦の支度をせよ。お待ちください。それでは民の背を踏みつけることになります。それもよかろう。劉備は民の悲痛に耐えられぬ男だ。ともすれば民を助けるために引き返すやもしれぬ。ですが我が覇道、元よりそしりは覚悟の上よ。なればこそ劉備は今撃たねばならぬ。奴が情のままに動き、人心がそれになびくほど世の混迷は深まり、多くの命が失われよ。ならばこそ今流れる血は我演じねばならぬのだ。殿、承知いたしました。ここで劉備の命運を断つ。奴の息の根を止めるのだ。劉備の目的は孫権との合流。長江を渡る前に撃破しましょう。
皆の命を盾にする真似はしたくないが、すまぬ、決死の覚悟で守り抜いてくれ。劉備様は民のことまで考えてくださる。今度は俺らが役に立つ番だ。足場を崩し、戦意を損。進軍停止。私たちはこの地で防衛線を張る。追いつかれたか。ならばこの長子竜が終わっていたす。来い、劉備の将は一人残らず叩き切る。狙いは定まった。敵の足場を崩し、戦意を損。ついけよ、メイ。強いな。気を引き締めて戦え。劉備様、どうかご無事で。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。見事だな、毛徳。さすがは歯を行く者よ。伝令、将軍様敗走。合流は難しいと思われます。将軍が敗れてしまう。曹操軍も本気ということか。だぜ。ああ、おい、
散々追い回してくれやがってよ。相手は一人だ、行け。一人で十分だ。おめえらはとっとと向こう岸に行け。それでこそ我が父、目の覚めるような活躍よ。あの勇猛さ、とんでもないな。うん、まだ身震いが止まらない。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。見事だな、王徳。さすがは歯を行く者よ。長飛様が敗走。長反響を突破されました。独特が破れるな。もはや我らに逃げ延びる道はないのか。